銅の宝石でも。やっぱりたくさん使っていい感じなんですかね。誤報だっけ。ああでもそんなでもないのか。たくさん使っちゃってもいいのかな。5個必要なんだもんね最後ね。最初、まあ、そもそも2個以上入れられると知らなかったからさ。え、他の人のやつ見たらさ、むちゃくちゃ入れてて、あ、何何、3個以上になるんですかここみたいな状態だと。だいぶティアも解放できてきたね。これは何？杖か。盾。馬の戦闘。スベア凶悪だよ。バックのやつと一緒にしないでほしいよな、あのギミックをさ。死のパルスになってんのか。
2個使おう。あ、やばいやばい。そっかそっか、そこはあったんだよな。トゲ床じゃないか、毎回見ちゃうんだよな。なんかこの序盤の頃の宝石堂短いからさ、ここら辺集めて回しちゃいたい。あ、こんばんは。ね、序盤のやつがいいよな。あ、やば、また踏んじゃった。危ない。大丈夫。さすがにこういうところはなってないのなんか当たり判定を少しさ狭めたって助かるね。なんかさ、グラフィック上出てないところでもなんか当たった判定になってることがあってさ、鬼畜って思ってたけど、まあ、正確な感じになったのかな。反対になったっていう、正確にそのグラフィックがある場所以外は当たり判定にならない感じになったな。うん、ほぼ固定マップっぽいからパターン覚えちゃえばまあいいのかもしれない。めんどくさいね、毎回同じとこを行けなきゃいけないな。
痛い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 。おい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 、そんなのある？操作障害効果や。おい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 、こういうのないだろう。なあ、ここのさ、ひどすぎるんだけど。せめてさ、あれだよね。これひどいよな。で、ここで5本の真珠が2個もらえるのか。
で、これが4つと1つなのか。5個あればいいのね。上に行ったらまた上がっていくのかもしれません。ひどいよーっつってあ、貫通出たじゃん。いいじゃん、マルチショット。そうか、真珠は結構余っていく感じだね、これだと。縄張り深淵、あんまり。